どうもこんにちは、ドクトレーナー翔吾と今日一緒にやってくれるのは、プードルの立花さんですね。立花ちゃんと一緒にやっていきたいと思います。最初の質問ですね。黒ラブの10ヶ月の男の子ですね。車に乗せて走り出すと、ヒャンヒャン泣きます、ね、長めだとね、1時間くらい泣きますってことですね。信号待ちで、止まると泣くのをやめるんですが、エンジン音がね、怖くて泣いているのでしょうか。車に乗せる際は、クレートに入れているんですが、クレートもね、ハウスといえば入りますが、ドアを閉めれば、嫌がってすぐに出てきます。家でもね、クレートに入る練習をしていますが、慣れてくれませんってことですね。練習をするときはおやつを、特別なものを使っています。質問とは関係ありませんが、クロラブを、ね、お迎えする前から翔子さんの動画を、実践していたおかげで、トレーナーさんに、同じくらいの子たちと、を教えている感覚だと、覚えがすごくいいと褒められましたってことですね。実際にね、お散歩の引っ張り癖もそこまで困らないですし、自分たちで、基礎が、作れて本当に良かったです。感謝してますってことですね。ありがとうございます。はい、ではね、お答えしていきたいと思います。車で、ね、泣いちゃう、まあ、非常に多いですよね。で、まず一番最初が、まあ、1時間ぐらい泣いちゃうということなんですけど、最初って個人的にはあんまり長い時間車に乗せない方が、慣れていく気がします。で、車に乗せてすごい吠えちゃう子の場合って、例えばドッグランとかでもそうなんですけど、連れてく時にはすごく吠えちゃうのに帰れば吠えないなんていうことがあったりします。で、運動してってあげてエネルギーの熱量を下げてってあげると、ワンちゃんも非常に落ち着きやすいのかなと思うので、ちょっとねドッグランとかに遊びに連れて行こうと思うと元気のいい時に連れてきたくなるんですけども、本当はねお散歩したりとか運動させてあげてワンちゃんが疲れてるぐらいの時に車に短い時間乗せるっていうところが理想ですかね。で、おやつもね特別なものをあげてるっていうことなんですけども、特別なものをあげるのは非常にいいと思います。ただ、すぐにねパクパクって食べられちゃうものだと、もちろんね食べ終わった後また泣き始めちゃうので、ポン酢を使っていただくなど、少しね、時間をね長く持ってってあげて、何かに集中してて、集中してる間は嫌なことが気にならない、気にならないことを繰り返していくうちに慣れていくっていう教え方が一番いいと思いますので、そんな風にしてぜひやってみてください。はい、まとめますね。一番大事なことは、やっぱりね運動だと思います。なので、どっか連れていく、遊びに行く、お散歩に行くっていう時には、今からお散歩に行くのに、お散歩に行く前にお散歩するのって思う方いると思うんですけども、今回はお散歩の引っ張りの練習じゃなくて車に慣らすっていうことですよね。であれば、最初にたくさん運動させてあげて、疲れてる時にやってあげるっていうのと、あ、ごめんなさい忘れてました。あとはお家の中でクレートの練習する時も、最初はねクレートの扉開けて中にポン酢を入れてあげて、食べ終わったか終わらないかぐらいのところで開けちゃっていいですね。最初はねそういう練習で十分で、それが本当に、慣れてきたらちょっとずつね中に入れる。で、クレートを使うタイミングもやっぱり一緒で、もちろんワンちゃんがなるべく疲れてる時、特に我慢できない子の場合は疲れてる時に使った方がいいです。で、さらに例えばめちゃめちゃお散歩しただけで入れるだけでも、もちろんね泣いたりとか暴れたりしても諦めるのは早くなると思うんだけども、寂しい時間を、ちょっとずつね緩和していくのに今後上手に使っていただけるといいのかなと思います。ね、ぜひね今、困ってること大変だと思うんですけども、これ本当にね車に乗ると泣いちゃうっていう方非常に多いんですけども、運動だけでもねかなり違ってくるので、もしよかったらね、それだけでも改善する子たちが出てくるのかなと思います。ぜひ皆さんもねちょっとずつ試してやってみてはいかがでしょうか。はい、ではね、雑談の方を始めていきたいと思います。で、今日はね、何について話をするかっていうと、まあ、皆さんもねよく聞いたことあるような、まあ、例えば上下関係とかね、ワンちゃんって上に見てます、下に見てますとか、まあ人間のことバカにしてるよ、舐めてるよとかっていう話をね多分聞いたことあると思うんですよね。まあ牽制症候群とかね、アルファシンドロームとかなんとかって多分専門用語だと言ったりするのかな。で、そのね、まず最近ちょこっとやっぱりまたそういうのを聞くようになってきて、で、まあ自分の、ね、感じてることをねそのままお話ししたいと思います。で、まずね、まあ上下関係、人より上だってワンちゃんが主張することはあるのかないのかっていう話をしていくと、個人的にはそれをどこまでをどういう行動として取るかにもよるけども、なくはない、まあありえるんじゃないかな。まあとりあえず変な話で、ね、人間だってなんか中にはマウントじゃないけど私の上ねってアピールしてくる人たちがいるぐらいだから、それはもちろん動物同士の中で言ったらそういう気質っていうのはあるんだけども、ただ
自分たちがそう思ってるものが本当にそうなのかなって感じ取ると、なんか最近ちょっと違うんじゃないかな。例えば一般の人がね、上下関係とかでなんとかっていうんだったら、例えば、嫌なもの嫌だって言ってなんかやろうとすると噛んでくるとか、なんかものすごいダダこねるとか、なんかそういうことの方が多いのかなと思うんですけども、最近自分がね、感じてることっていうのは、例えばね、自分の方が上だぞっていうことをアピールしてるわけじゃなくって、どっちかっていうと甘えっていうか、なんかちょっとダダをこねるのをこじらせたりすると、ちょっとなんか強烈に出たやつがなんか皆さんがこう勘違いしやすいっていうか、上下関係でなんかうちの子私のこと下に見てるんじゃないとかっていうところの行動になってくるのかなって最近感じてます。例えばね、人間の子供でもやっぱり一緒ですけど、ね、自分が例えば、お出かけした時におやつ買いませんって言った時に、じゃあ子供が泣きながら、まあちょっと我慢してついてきますみたいなところを、奥さんの時にはじゃあめちゃめちゃ、泣いたりとか、ね、中にはおやつ買わないよって言っただけでもうお母さん叩いてきたりとか、ちょっと攻撃的になる子もいるじゃないですか、ね、じゃあそこって人間の子供で言ったら、じゃあ私の方があなたより上だから買えって言ってるのかって言ったら、まあ本当はね、お互い距離感が近いし親しいからこそダダをこねるっていう行動が強烈に出てるのかなっていうことを感じますね。例えば、本当にワンちゃんで例えば上だ下だっていうのをこだわったみたいなことで言うと、正直に言うと、自分はそんなに、なんだろう、たまにそういうリーダー気質じゃないけども、あ、本当は仕切りたがり屋なんだろうなって思う子たちもいるけども、皆さんが言うっていうか、なんか感じ取るような、なんかイメージするような、本当にそういう悪いものなのかって言ったら、そこまででもないような、まあなんか難関の時にちょっと選択肢を自分でなんかこっちがいいみたいなのを取りたがるとか、リードしたがるっていう子たちはいるけども、でも自分は正直に言うと、そういう子たちと案外こう、なんだろう、線をお互いに決め合って、こっちねあっちねって言って、これはいいよこれはダメねってやりながら生活していくことが、そんなに辛かったっていう感じではなかったんで、なんかその無差別じゃないけども、ちょっと攻撃的になったりとか、なんかそのなんだろう、自分に対して牙向いてくるとか、だからなんでかんでなんか上に見てる下に見てるっていう話ではないんじゃないかなとは思います。もちろん動物だからね、そういうものは大前提としてはあるにしても、まあなんか最近ね、そういうものをね、まあ自分もやっぱりね、今息子と娘をね育てながら、まああんまり擬人化するのは良くないってね、周りではよく聞きますけども、でも最近ちょっと思うのが、ワンちゃんの見る目線っていうのが人間に非常に寄ってきてるのかな。まあそれはもちろんね、生活が変わったから、まあ例えば昔は家の中でワンちゃん飼うなんてって言ってる時代から、今はね、家の中で飼ってる方の方が多くて、で人の目線に近くなってくれば、やっぱりね、その人に対しての見え方や人に対してのアプローチももちろんね、昔とはかなり違ってくるのかなと。ね、やっぱり、なんだろう、お外でワンちゃん飼ってた時代は、ね、人は人、犬は犬じゃないけども、そこまでスパーンって綺麗に割り切れたんだけども、そこが、なんだろう、入り混じり始めてる。ね、そこが入り混じり始めて、くっつき始めてるからこそ、なんか、ちゃんとね、線を引いて、どこまでっていうことを決めとかないと、なんかこっち側で、なんかいいよっていう風に勘違いさせちゃって、で、なんか向こうがそれが永遠に叶うと思ってただこねたことを、なんか上だ下だって言って、じゃあそれをどうこうしなきゃみたいなのは、またちょっと話が違うのかなって思ったりはするんですよね。もちろんね、ちっちゃい時から例えば自分でおもちゃを持ってきて遊んでって言って遊んであげますみたいにやってれば、それが永遠に叶うね。今もやっぱり自粛してたりすると、なんか人と一緒にいられる時間がすごく長い、それが永遠に続くんじゃないかって自分の中では思う。ただ思った形にならなかった時に強烈にただこねてるだけであって、それが上だ下だっていう話とはまたちょっと違ってくるのかなっていうところで、多分ね、動物の世界ではそういうのはもちろんあるんだけども、自分たちが身近なところで多分目にすることっていうのは非常に少ないから、多分それは他のトレーナーさんも動画でね、多分ね、上だ下だっていうのはないって言い切れるところに近いのっていうのは多分そこなのかなとは思うんですけども、個人的にはね、厳密的にはもうあるとは思うんだけども、ただないって考えちゃってもいいぐらいの考え方だとは確かに思いますね。なので、ワンちゃんたちとね、楽しく暮らしていこうってなってくると、なんかお互いに、なんか今回のね、自粛とかコロナもそうですけど、やっぱ自分がどこまでしてあげられるとか、どこまでしてあげられないとか、距離感ってやっぱり、もう変わってきて
から決めるんじゃなくて最初に決めとかないってやっぱりお互いの負担になりますよね。なので、もうね叶えてあげられること叶えてあげられないことってこれはもう絶対決まってくると思いますので、その辺がねお互いちゃんと線が初めから引いてあるとお互い苦労しないでね、楽しく暮らしていけると思いますのでぜひ皆さんもね特にワンちゃんこれから飼おうかなって思ってる方ね、一回距離が近くなってギュってくっついちゃってからじゃあここから引き離したらどんな反応が出るかっていうとそれは離してみないともちろんわからない状態にはなっちゃうのでやっぱりお互いの負担を考えると最初からここまでやっちゃうとお互いに負担になるよねっていう線は越えない方がいいんだと思います。ぜひ皆さんもねワンちゃんとの関係性もう一度見直してみてはいかがでしょうか。